Alright guys, today we're gonna be reacting to Miss Kobayashi Dragon Maid Season 2. So if you haven't subscribed to my channel, make sure you subscribe and drop a like. Let's get into the video. メイド喫茶オープン。結構近場だね。最高のメイドがあなたをお出迎えとあります。最高のメイド、私を差し置いて何という古代広告か。はあ、古代広告はいけないよね。目の前のドラゴンが今やってるけど、とりあえず呪いの炎で草木も生えぬ暗黒の塵にしてきます。まさに萌え萌え。あは、いや絶対やめろよ。とにかく敵情視察してきます。大丈夫かな。ただいま帰りました。お帰り、どうだった？何もしてないよね。なんか働くことになりました。なんで。おおよそ敵の服までに乗り込むとですね。服までんて。頼む。あら、あなたバイトの面接の子？メイド服を着ちゃって随分な気合の入りよ。しかも綺麗。あなたの熱意に負けたわ。採用よ。というわけで勝利してきました。大丈夫か、そのメイド喫茶。まあ最近は小林さんやカンナがいない間やることなくて暇でしたからね。手持ち無沙汰な主婦のパート感覚。じゃあ働いてみるんだ。大丈夫？何を言ってますか。毎日こうしてメイドとして働いているのです。慣れたものですよ。いや、トール、私は今でこそ会社勤めだが、実家にいた時は飲食店で働いていた。いいか、サービス業を舐めてはならない。小林さん、メイド喫茶のコスプレメイド形式は私の主義主張には反するが、あのサービス精神は尊敬に値するものだ。いい機会だトール、サービス業というものを勉強してくるがいい。なんか怖くなってきました。さて、あれからしばらく経ったけど、トールはちゃんと働けているのだろうか。小林心配性。ここか。お帰りなさいませ、ご主人様。アンダーお嬢様。トール様みたいな人いっぱい。どうやらプレーンなタイプのメイド喫茶なようだね。萌えという言葉はあまり使われなくなったが、その頃の勢いはそのまま残っている。メニューは、うん、これまた基本に忠実。それぞれのメニューごとにサービスがある。おそらく美味しくなあれ、萌え萌えキュンなど魔法の言葉もそれぞれ違うだろう。小林詳しい。ここだけの話、昔こういう店でバイトしようとしたことがあって、ダメだった、ダメだったわ。よくわからないけど不憫。それよりトールは？あそこ。ん？10番料理上がります。はーい。お皿少なくなってきたから足して足して。ただいま。She came to work for me, but they gave her a chef spot. I mean, she's pretty good at cooking.あなた方が効率的に動いてくれるからこそ。小林さん、見に来てくれたんですね。大活躍じゃん、びっくりした。どんなもんですか。私にかかればこんなもんですよ。これでまた一歩メイドとして、メイド、これ全然メイドじゃない。ホックだね。ちょっと頼んでホールド変わってもらいます。いや、適材適所ってあると思うよ。母さんのドラゴンくらい適所です。もう一度入り直してください。おいしくなあれ。おいしい。いらっしゃいませ、小林さん。チッ、ご主人様だろ。コック長は当初ホールに入った時も、小林さん以外をご主人様と呼ぶ気はないと。いや、私もご主人様と呼ばれてないじゃん。こちらにおかけになってお待ちください。さて、ようやく注文だ。オムライス、オムライス。オッケー、オムライス2つで。はーい、かしこまりました。それでは
美味しくなる魔法をかけさせていただきます。可愛く頼むよ。はい。世を滑る影の王に下げまつだ。下法を持ってこれを最上と滑って願うは報奨。しなげる大賛、値を変えさらなる石組みをもたらせたまえ。我が魔は泥として広がり汚れを、我が断りは侵食し狂気の反乱を、正しき偽りへと書き換えを果たせ。はあ、おいしくなれ。燃え燃え。I thought she was about to literally explode the own. さあ、おいしくなりましたよ。召し上がれ。魔法っていうか呪いだろこれ。まあ、コック長を呼べ。はーい。コック長もメイドもドラゴンもトールです。能力はあるんだよ。能力はでもやっぱり小林さんのメイド以外はやりたくないのでやめます。ダメです。もはやコック長の料理の味がお店の名物なんですよ。ネットの口コミもそういった書き込みがたくさんです。コック長、コック長、コック長。なら美味しくなる魔法の言葉を教えてあげますから。いいですか。人間の場合はまず魔法陣を書いて。お帰りなさいませ、ご主人様。おお、いいお店でやんすね。じゃあオムライスを2つ。かしこまりました。では美味しくなる魔法をかけます。世を滑る影の王に立てまつらん。下法を持って。ずいぶん個性的なメイド喫茶でやんすね。メイド、メイドとしての私の評価は。マウス壊さないでね。急激な変化が予想されますので、十分にご注意ください。次のニュースです。本日ね、大規模な土砂崩れがありました。削り取られたような崩れ方には。ここって私とトールがあった場所じゃん。私たちの大切な場所になんてこと。犯人を探し出してゲヘナってジャハンナムして最後にアーマンしてやります。でもあんなことができるのは。その時間はゲームのイベントで行うコール&レスポンスの復習をしていた。ルコアなら昨日から外国に行ってる。僕と魔力がつながってるからどこにいるかわかるんだ。たい焼き、なんて美味しいんだ。わだおそ。いきなり何をするんだ、トール。犯人はあなたです。何のことだ。エルマ、今日ニュースで山がさ。そうだ、私も気になっていたのだ。あ、エルマでもないの。私はてっきりトールがやったのかと。違いますよ。待ってよ、それじゃあ知り合いのドラゴン以外がやったってこと。私の結界を破れる者はそうそういません。じゃあ誰が。私だよ。こんにちは。いるる。綺麗な街並み、笑う人々は。これだけあればいくらでも破壊を楽しめる。なのに人間と笑う混沌の竜、ちょっと興味があったから見てたけど飽きたし、もういいや。要するにお前は敵だ。Who do you think is stronger? Toru or the new dragon? I mean, obviously it's gonna be Toru. I think so. I'm not sure. But I feel like Toru gonna win. Toru. I really don't know how to say her name that well. 再加熱派、とにかく破壊を楽しみとしている。きっとトールに釣られてきたんだ。言わんこっちゃない。あいつはこの世界を滅ぼすつもりだぞ。でもまあ、トールならなんとかするでしょう。小林さん、イルルの強さはトールのちょっと下。
戦えばここら一帯が壊れてしまうぞ。それも何とかするでしょう。トールを信じてるのか。まあ、やれることがね。When she put up a barrier, right? Like when she came down, the new dragon? I think so. それしかない。だからそれだけする。破壊はこの世界ではなしです。何を言ってる？私は混沌勢だよ。できないならぶっ飛ばして送り返しますよ。戦うのは望むところ。その程度の攻撃では効きませんよ。Wait, did she just... Did she just shoot fireball from her old fire? Yeah, she just literally threw fireball from her boobs. Toru は街を守りながら戦っている。無理だ。エルムは手伝ってあげないの？私は調和勢だぞ。トールとは本来敵同士なんだ。え？人間よけの結界は張ったが、それは面倒を避けるためだ。他のドラゴンは？ファフニール殿なら自分のケツは自分で拭けと言うだろう。ルコア殿は傍観勢ゆえに手を出さない。カンナに至っては力不足だ。トールがやられたら私も戦おう。小林さんも町も守ってみせる。それじゃ、トールは？信じるって言っても、それがトールの力になってないなら何もしてないのと一緒だよな。でも、私にはそれじゃ。エルマ！小林さん、トールに加勢しろという話ならできない。プリン！待て！いくらなんでもそれで私を…シュークリーム、コーヒーゼリー、ガトーショコラ、メイプルシロップパンケーキ、甘いもの食べられるだけ全部。炎の竿を30発当てた。爪だって会心の当たりを何発も。痛いで終わり。困った。殺し方を思いつかない。私も思いっきり攻撃したら街が壊れる。でもそうしないとお前を倒せない。お前の攻撃もいい加減鬱陶しい。でも街を守んなきゃいけないし。爆発しそうだ。全部巻き込んで。強がりだ。トール、エルマが障壁張ってくれたから。私は小林さんと取引しただけだ。で、しばらくゴーアラだから何。しばらくリーガーゴーアラ。 She's mad. She's mad. I mean, everybody will be mad, you know, if they like getting beat up. I mean, she is trying to protect the city too, you know. So yeah.I feel like I got it right. Kobayashi. I mean, not Kobayashi. Toru is stronger. That's for sure. 人となれ合って気持ち悪いよ。今からが本番。真の姿でこの世界ごと。Damn. I did not expect that. She's shocked too.ギリギリだった。ダメージはそんなでもないけど、街を守りながらっていうのを忘れかけた。小林さん以外なら死んでも構わないって思いかけてた。それじゃあこの世界にいられない。小林さん、帰ろっか。
私はいくらでも頑張れる。小林さんの隣にいるためならどんな壁だって壊していける。She literally obsessed with Kobayashi.あの人間、エルマを動かしてトールを助けた。人間は敵で、そう座ってなのに、知りたい、あの人間のこと。え、俺？俺って？ああ、うん、風？うん、電車？カバン？うん、うん、うん、うん。They're all big, but not even care. うん、弁償？教授？200万？うん、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 うん。Hey, who do y'all think is the cutest anime character in this anime? Comment down below. I wanna know your opinion. ああ、大変だね。ゲートを開くだけで一苦労だ。トールはこんなしんどいことよくまあ簡単にやってのけるよな。終電か。トールに迎えに来てもらうのもありかな。あんた小林という人間、なんでお前はドラゴンと暮らせる？それは私がどうのじゃなくて、トールが私に合わせてくれてるからじゃない？恐ろしくはないのか？恐れよ。まあ、あんなに可愛くなられちゃうね。いや、あんた、anybody would be scared though. I mean, like, she's like, she's pretty cute, so I don't think anybody would be scared of her. Unless she gets, she's like, she turned into a dragon form and she get mad, that would be like, scary. つまり。Damn, my camera is moving too much. Oh yeah, guys, I'm sorry about my camera moving too much. I'm using my phone and my tripod.It's broken, so I put it on top of the printer. So that's it's moving too much because, like, I'm using my keyboard. I'm clicking on it, the desk starts moving. So my tripod is broken. Like, so I had to, like, put it on top of the printer and then it moved too much. So please don't mind if I get, like, I'm getting a new tripod and I'm getting a ring light. So then we will have better content. And I'm getting a newPC. I don't have a PC right now, so I gotta get a PC. So until then, the video quality is not gonna be that good, but I hope you guys stay tuned for better content. I'll be getting it, so. ムラムラするのか？え？お前は人の姿の通りに惚れている。だから平気？ああ？違う違う！何言ってんの？強く否定した。怪しい。違うって！なら、何これ、すげえ。どうだ、お前も所詮は人間、欲望には逆らえない。 Damn, those are bigger than her face. Like, her whole head is smaller than that. さあ、浅ましい人間の男の本性をさらけ出せ。甘えたいだろ。今だけ欲望の吐き口になってやる。さあ、さあ、さあ、私は女だ！ふざけんな。毎日そのどでかい脂肪の塊にエンサとフンヌの炎をあげとるわ。ああ、終電行っちゃうじゃんか。ああ、待て。何なの、まだ暴れ足りないの？お前を認められない。ドラゴンが人間と相入れるわけがない。一緒にいれば違いに苦しみ、苦しみが続けば主を憎む。尊敬は嫉妬に変わり、いずれは傷を生み出していく。トールがお前に感じているのは物珍しさに過ぎない。それが尽きればいずれ。寝るな！
She literally sleep. 大丈夫。聞いてた聞いてた。嘘だ。なんか種族の差とかそんな話でしょ。私のこと認められないんでしょ。そんな人間に何か納得させたいことでもあるの？意識を改めろ。じゃあさっきの言葉を拝借して言わせてもらうよ。違いを楽しみ、楽しみが続けば種を好む。尊敬には信頼が加わり、絆を生み出していく。私がドールとの生活で感じていることってそれかな。都合のいい解釈だ。実際に悲劇もある。綺麗な言葉でごまかしているだけだ。そうだね。争ったり傷もできたりするんだけど、それを見て見ぬふりをしたり、汚いもので埋めたりしても構わない。気持ちなんて正しく把握してなくても、自分なりに合わせてきたし、なんとかやっていく。私そういう人間。それが人間の考え方。いや、私こと小林の考え方。イルルはドラゴンの考え方とイルルの考え方、分かれてないの？分ける必要なんかない。同じだ。そう？でもそのドラゴンとしての考え方を考えたドラゴンはイルルとは別のドラゴンだよね。綺麗事を並べてもしょ。Oh, but no, I feel like I don't know what she went through, but to hate human, we probably gotta find out why she hate human. 所詮人間、お前が女だからいけない。おっと。イルルはどっか行ったか。え？何これ。 Wait, I feel like she became a man. I'm not sure. We gotta check that out in the next video. But I feel like she became a man. She probably did something to be like, I feel like, I don't know. Yeah, she definitely used that magic to like, there's something to her. But we gotta find that out in the next video. So, until then, next time.If you haven't subscribed, make sure to subscribe, drop a like, comment down what you think about this anime, and yeah, peace.